最終日を迎えた男子決勝リーグ。果たして栄光はどのチームに輝くのか。熱戦の模様をご覧ください。あーどうもそこ行っちゃうな。そうですね。バックアタックだ。サウスポーのスパイクというのはなかなか止めにくいもんなんですね。ジオバーニのサーブです。中垣内ブロックの横を通り抜けました。中垣内の素晴らしいスパイクが決まっています。サーブ権が日本に。キッジからセッターに帰る。あーこの高いタオル、なんとかこのキッジを止めたい日本です。この迫力のあるスパイク、スローでご覧いただきました。あーいいところで ミスしてくれますね。本当にこれで6本目です。せっかくサーブ権を取ってもサーブミスが6本あってはブラジルのペースなかなか乗り切れません。さあ今度はジャンプトス、またキッジだ。キッジですね。あの大竹とやっぱり松田のところは段差ができますからね、はいはい、向こうがもう見やすいんですね、松田のところ当ててくるわけですよね、はい、さあ松田は誰を使うか。中垣内を使った。あブロックで止められてしまいました。止めたのがセッターです、マウリシオ。184センチのマウリシオが止めました。12対11ブラジル逆転です。さあ頑張れ。あよく上げた。ワンハンドトス、きれいに上げました。シングルハンドで上げています。そして大竹が打ちました。さあサイドアウトを取る日本ですが、なかなか手に結びつきません。もう青山サーブがいいから、この辺でちょっと青山のサーブで崩してほしいですね、はい、ジオバーニ、ピッチ、この2人で取っています。さあこれはアウトですか。大竹のラッキーですね。決まりました。はい、決まりました。今あのブロッカーが気になったんでしょう。いやそうなんですよ、なんかねちょっとトスもネット近かったですからね。12対12日本並んでいます。さあ大事な場面だ。もう一度ここで止める。今度は当たりましたね。もう少しなんかかぶせるように巻いてないですかね、手がね、もう間だけ手出てるんだから、ちょっと前かぶせたら完全に抑えられると思うんですけど。得点が12対12です。キジのサーブ、荻野から松田。さあそしてバックアタックです。あこれはアウトだ。タッチはありません。タッチアウトを狙ったバックアタックですが、スパイクミス。13対12ブラジルまたワンポイント抜け出しました。キジのサーブが続きます。荻野、さあ荻野ですが、これもアウトだ。このセットブラジル最初のセットポイントを迎えています。キジのサーブが続きます。このセット途中から入りました。キジがサーブに、そしてスパイクに大活躍。荻野ジャントス速攻、大竹のスリークイックです。最初のセットポイントを逃れた日本、ここで大竹に変えてピンチサーバー南幸を入れます。得点が14対12。第1セット日本、第2セットも日本が取っています。第3セットは逆にサーブミスがありました。ピンチサーバー南のサーブミス。ブラジルのセットポイントは2回目。さあここでマウリシオに変えてトワルドですかね、これ。トワルドを入れました。トワルド入れました。ワンポイントブロッカーです。荻野慎重に、打ち切れませんでした。打ち切れませんでした。最後上田のスパイクミス。第3セットはブラジルが逆転です。15対12、これでセットカウント日本の2対1となりました。キッジです。アンダーで上げる。さあどうだ。おっとブロック、ブロック。さあキッジを突き飛ばすような。チャンスだぞ。ダイレクトスパイク、あっとお見合いをしてしまいました。さあブラジルの選手たちがちょっと切れていますね。流れが来ましたからね。10対8、先ほどのサーブオーダーのミス、それからスクリーンプレー、そうです、連続してのミスがありましたから、はい、ジャンプトス。さあブロックアタック。バックアタックが出ています。パンパ、得点が10対8。さあここでジャネルソンが呼ばれました。
青山本だジャンプトス綺麗なトス荻野が打ちました。ガッツポーズは荻野です。得点が10対8、その差わずかに2ポイント。さあここでメンバーチェンジです。上田が入りますね。成田に変えて上田を入れます。いやさっきねこのとこ荻野がブロック捕まってますから心配したんですけど、ねはいはい、パウロンに変えてピンチサーバーです。ジャネルソンナショナルチームに入った時はセッタースパイクもなかなか良かったそうです。お兄さんもかつてブラジル選手権で活躍しました。さあゆっくり飛べゆっくり飛べ、低いところ抜かれたか。4番松田得点が10対8。あプラトーノフ監督です。そしてソビエトの選手たちこのワールドカップで大活躍しましたフォーミンです。もう世界のエースになりましたフォーミン。サーバーカタクマウリシオパンパが打つ。あブロック入る。11対8、その差が3ポイント。さあ中垣内の出番です。今中垣内がバックセンターの位置にいるんですか。バックです。そうですね、ということは当然バックアタックを期待して、まあ、そういうことですよね、さあバックライトに寄っています。このバックアタックだオーバーで取った青山。もう一回バックアタック。ちょっとトスが低い。綺麗なジャンプトスはマウリシオ。これはラッキーですね。カンパのスパイクアウト。勢い余ってお尻からコートに落ちました。普段は温厚なカルバリオ監督ですがちょっとムッとしています。得点が11対8、イエローカードが出されました。松田が、ね、松田ですね、何かね、まあ、要するに表現の言葉があれですから、はいはい、はっきりしないから表現の仕方が悪かったんですね、完全にアウトはアウトなんですけど、はい、まあ、それに対する注意です。今日の主審がエジプトのハッサンです。さあバックアタック、これをブロックにかけました。さあそして中垣内、もう一度か、もう一度か、今度は速攻だ。さあゆっくり飛ぶんだ、ゆっくりパンパ、よし内線するか。そして中垣内、中垣内、中垣内のスパイクアウト。ワンタッチはありませんでした。今ブロック3枚つきました。もういい展開でしたけどね、そうですね、これはアウトです。アウトです。いやでもね、はい、もうほとんどサーブレシーブ、サーブに対してのミスもなかったんですけど、このショット出始めましたよね。そうですね、初めはねミスがね。荻野の落ちるサーブ、サーブポイント、ナイスサーブ。11対9、荻野のサーブポイントです。さあその差が2ポイントとなりました。荻野のサーブです。今度は伸びるサーブ、前後に揺さぶっています。さあジャルソン止めたい、ナイスブロックだ。中垣内のブロックです。ご覧ください。あ中垣内、日本が追い上げました。ご覧ください、日本の6人の似顔絵です。南克幸、荻野、大浦、青山、中垣内、上田。さあバックアタック、ブロックに向けている。さあ、さあそして中垣内、よし、中垣内が決めた。中垣内が決めました。日本とうとう並びました。11対11、中垣内が燃えています。燃えてますね。ブラジルメンバーチェンジ、パウロンを入れます。さあここはもう中垣内に全部トスが集まるでしょう。あとはスパイク、上田のガッツポーズ。日本のベンチも立ち上がって喜んでいます。いいサーブだ。12対11、日本ワンポイントリードしています。日本が追いつき、そして逆転しました。これは一本のハッサン、サーブポイント。荻野のサーブポイント13点目。荻野が喜んでいます。コート一周しちゃいました。そうですよ、いいサーブですよ。日本の6人輝いています。この荻野のサーブでこれね、点差つきましたからね。これもいいサーブです。さあゆっくり取れ、ゆっくり取れ、ブロック、ブロックのサーブ。もう一本だ、ゆっくり取れ。パンパ、さあ2本目は今度は力を抜いて打ちました。この辺りがパンパのうまいところです。13対11、サーブ権がブラジルへ。
サーバーがドグラス。荻野。さあそして中川一。先ほどベンチで休ましたのが良かったんですね。そうですね。得点が13対11。さあサーブだ。もう一つ。上田のサーブ。いいとこだ。ゆっくり飛べ。ピッチです。よし。いいブロックだ。監督万歳。いいところでブロック出ましたね。さあ日本のマッチポイント14対11となりました。さあ日本あと1点でワールドカップ4位が決まります。惜しい。低いトスですがよく打ち切りました。まあ極めるところですけどね。そうですね。トワルド11番トワルドブロックでしょ。ブロック要員でトワルドを入れます。ここはブロックで何としても1点が欲しいブラジル。得点が14対11。ジャントス。ブロックは吸い込み。ホールインだ。ブロックは吸い込みました。3番の中川一。さあここで中川一がサーブに下がります。2回目のマッチポイント。ブラジルもマウリシオを戻しました。2回目のマッチポイントです。日本さあ記事からセッターに行く。記事ブロック3枚、3枚ブロックを打ち抜きました。記事です。ブラジルも頑張ります。主力選手のネグロンを書き漢字を書いたブラジルですが得点が14対11。記事のサーブです。さあバックアタック。中川一が自分から大きな声を出しています。さあ3回目のマッチポイント。さあ小山のサーブだ。小山のサーブ深いサーブ。サーブポイントエンドラインいっぱいに決まりました。サーブポイント。第1セット15対11第2セット15対9第3セットブラジルが15対12。第4セット日本が15対11で取りました。セットカウント3対1。これで日本がセット率で91、ワールドカップ4位になったわけです。今日の日本の試合を振り返りました。一言で言えば気迫勝ちと、そんな感じでしょう。終始リズムに乗ってました。やはり昨日の韓国戦の敗退が随分みんな心の中でいろんな思いがあったんでしょう。ずっと日本のペースで私は今日は試合が進んだと思います。だから苦しい時にもやはり競り勝ってましたし、いい面が今日はいろいろ出てきたと思います。そしてこれからの日本の課題なんですけど、まずサーブレシーブを確実に、そしてブロックの強化をしてほしいなと思います。パワーというのはですね、強さ×時間です。今強さはあるんですけれども、それがなかなか持続しないというところがありますので、本当の意味のパワーをこれからつけていっていただきたいと思います。バルセロナまでまだ時間があります。これからの頑張りに期待します。とにかく今日はお疲れ様でした。ワールドカップ91、今日で全日程を終了しました。いろんな感動を残してくれました。さて、今日の男子の日程終了の、順位です。1位が、ソ連4勝1敗、2位キューバ4勝1敗、3位アメリカ4勝1敗、これはセット率です。そして4位5位6位も1勝4敗で、セット率の差でこういうふうな順位が決まりました。これで言えばですね、3位と4位の間にやはり確実なる壁があると私はそう見ました。だから日本はまだまだ、これからの課題がいっぱいありますので、バルセロナに向けて頑張っていただきたいなと思います。そして、ソ連キューバアメリカは随分台頭してきましたね。ソ連キューバはまだまだこれからもいけるんではないだろうか。そしてこれにヨーロッパ勢が入ってきます。なかなか日本がこれからベスト6や、ベスト、4-3 のうちに入るのはなかなか難しいと思いますけれども、それも今後の精進次第、そう見ています。
only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill. Thank you.